中国高校駅伝が19日、山口市の山口きらら博記念公園内のコースであった。女子、木管21-0975キロ、は銀河学院、広島、第1時間10分14秒で優勝し、全国高校駅伝の中国地区代表に決まった。初の都大路出場となる、2位高川学園、山口、3位工場館、岡山、だった。 銀河学院は一区森安桃香が首位発進。以降もリードを広げ、逃げ切った。全国高校駅伝は12月24日に京都市で開催。中国地方の女子は銀河学院のほか、各県代表のセラ、広島、最強、山口、工場館、岡山、増田東、島根、鳥取城北が出場する。